ここはどこでしょうかね。針間屋橋、針間屋通り。うん。なかなか。高知県のな、針間屋橋、うん、ここに来ておる。まっすぐ向こう行くとの高知駅、高知駅になってる。うん。あの有名な針間屋橋撮ってみるぞ。うん、どうじゃどうじゃ、針間屋橋。ここの由来が書いてあるからの、江戸時代。ちょっとこれ読んでの、勉強しといてくれ。平成10年3月完成。私は若い時来た時にはここにはなかったからの。当然こういうのは全然なかった。ちなみに今日泊めてもらったのはの西鉄イン、この茶色いホテルじゃ、茶色い、ここのの8階に泊めてもらって、部屋からもここが見えておった。うん。なかなかの、ちょっと欄干写して、どうじゃ、これが有名な南国土佐針間屋橋、うん、というやつじゃ。ちょっと散策してみようかな。まあ朝一番での誰も観光客もいてないし、まあ平日だからの、ましてこれ土日だったらの少しいてるかもしれん。きれいな水が流れておるがの。
皆さんも高知に来た時はのちょっとここへ立ち寄って散策してほしいの。神社があるの、神社が。またお参りしようかの。よろしくお願いいたします。よし、これでよし。言ってる言ってる言ってるよ。ここが大きな商店街。一番街。朝9時だからの人はおらぬわ。まあコーヒーでも飲んでのちょっとゆっくりしたい。お味噌汁ついてるよ。ゼリー。美味しそうじゃ。龍馬があるぞ、龍馬。
キーの大きいタイヤヒラメの舞踊り、昨日の夕食はここでいただきました。カツオのたたきね、たくさん呼ばれて、いろいろメニュー、たたき、あ、これみんな呼ばれました。三州盛りで土佐巻き、これはね、ウツボはいらんけどね。